はい、こんにちは、レジ研究家ムイ&カッチャンネルのカッチャンです。今日はねちょっとね多分僕今またねニコひまわりさんのニコひまわりさんばっかで福井でおるんだけど、多分僕が来た福井の中では多分トップクラスだと思います。ここ、うん、多分絶対って言っていいぐらいナンバーワンだと思う。うん、東尋坊とか大島とよりかもう別物の恐怖を感じてます。では今からちょっと行ってみましょう。うわやだなこれ、このあうーわすげえな。もうね今この入った一歩入った瞬間にもう頭頭痛がすげえ。あこれは歩きたくねえわ。これはすごいわ、夜来て。ちょっと、うわこれはね皆さん本当ここすげえわ、マジやばい。ここうーわすげえ、何かねとてつもなくね前から押されてる気分。これね何なんだろう、木とかいろんなものが、何やろなこれ。あ、木だねやっぱ。すげえ。この壁ほぼ木でできてる。セメントで塗られてる。うん、セメントで塗られてるけど中身全部木だ。うーわ。まあ、強いて言えば生きた道、死んだ道じゃない。これはちょっと肝試しするにはちょっときつい場所だぞこれ。今ちょうどうわもみえな、こっからなんかすっげえ空気が薄く感じる。今ちょうど僕の手のちょうどあのあたりの上、ちょうどあのあたりですねに今ね人がいるんですよ。人がいてこっちを見下してますね今。うわーい、これ今ねすごいね。あ今ふっと動き出した、消えた。これはすごいわ。あもうやべえ、俺頭パンクしそう。うーわごめん、もううーわしか出ない俺これ。多分これはもう本当福井の中では最強だと思いますね。ここ最強の心霊スポットって言ってもいいんじゃないかな。最強の心霊じゃなくて肝試しスポットって言って済まされるようなとこじゃねえなこれ。全部生きてる。マジ怖い、ここあそこにもあの辺りにも一体したい。やべえ、冗談が出ねえ。
口が乾く。うわ、なんだここ。いや、俺こんなとこ死なずに俺福井の心霊スポット行っとったのかな。そして今ここに、ここにね、今ね、ちょうどこの辺りに顔だけのものが見えるんだよね。いやー、話しかけられねえな俺。これはやべえわ。これ夜になったら多分どうなんだろう。誰がこんなとこ来させたんや。これ帰るの怖えな。これまだ続くぞ。うーわー、息苦しい。これ絶対飲まれるのよ、この空気。飲まれたら絶対負けるぞこんなの。うわ、皆さん、ここは本当にすごい。多分福井だったら東尋坊とか云々の話じゃない。ここはすごい歴史がある怖さ。相当歴史あるぞこれ。遡りてえな。これって昔の街道、山賊かなんかが住んでたところ。あっちこっちにさ、こっちを見てる顔がいっぱいあるんだけど、これいつできた道。嘘、熊の檻あるし。マジかて。今からね、次は帰らなくちゃいけないんですけど、マジ怖い。昼までこんなに怖いけど、夜もっと怖いぞこれ。本当に、いやいや、やっべえぞこれ。うーわ、皆さんこれね、動画で一応流しますけど、一人や二人で遊び半分で騒いでくるような場所は避けてください。さっきから上から足音聞こえてない。カサカサカサって。うーわ、これやっぱ、ああやっぱこっからか。やっぱきついな俺。うわ、これこんなとこごよ。これはすごいわ本当にね。今まで来た山道の中で最強だと思う。最強の怖さを持った道だねこれ。うん、やっぱ山賊だ。うん、ここでよく人が切られてるとか芯が見えるね。これいつ頃できた道だって言ったら古いんだろうなこれ。そこで古いと思う。ああ、どうもこんにちは。
どうしよう、近寄りたいな、一回。皆さん分かりますかね、今この隙間の中に人がいるんですよ。あのね、来とる感じだと女の人だと思うんだけど、うわ、まあ強いて言えば変な話、お腹のものが全部出てるっていう状況のシーンだと思ってくれればいいです。うん、北斗神拳で疲れたな。ちょっと、はい、座ります。これ夜来たくないな俺。いや、これバカじゃないの。これ一人で来させたら俺多分ションベンちびるぞ。これ多分犠牲者ムイ君呼ばんというかな。これここ今タタタって今上がっていきました。これ山賊だなやっぱ。この道も相当苦労して掘った道だと思ってくれればいいです。これ、うん、かなりの死者が出ていますね。ここでこの道を掘る作るために、うん、すごい、めちゃくちゃ歴史の感じる道。いやもうね、鳥肌が立ちすぎちゃって僕。やべえ、もう説明どころの騒ぎじゃなくてもう走って帰りたい。うわすげえ。ああ死体を釣り上げてるんだ。プレデターやな、マジで。嘘。見せしめ、これ。おい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 。これ、霊能者一番やがるぞ、こんなの子。怖え。マジ怖え、俺。これなんか、夜やべえ俺。昼までこんだけ見えるなんてそうねえもん。うーわー、埋められてるし、埋められてるのかその上に木、砂か木が落ち葉とかが埋まってその上に入ったのか知らないけど、今ここにね、うん、骸骨の手だろうな、あれ白いから肉はついてないもんな。うわー、もう頭がクラクラしてきた今。これはやばいな俺、早く出て。でも急ぐと後ろ、今一番後ろにおるやつが鬱陶しいだけで、ちょっと一人ビビ丸ビビリがおるから今そいつについてきてるんですけど、あまりビビらんように、波動変えないように、平常心で自分の名前を呼んでいた方がいい、うん、うん、ずっと歩く音が聞こえるね。うん、そう、それが僕も気になっとるんで、ずっと、うん、右側からずっと来とるのよ。いや、これは地元人来るんかな。で、通ってるもんね、人が。一応。これマジやばいわ。これ。うわ、これ。
れは相当あれじゃない、これここにあったやつじゃないんじゃない、これ多分これ多分さっきのとこだ。ほんでここの中の 地蔵もこれ多分これ、うん、首から切れてんね、これだけ、うん、指さすなだって、うるせえバカやろと思って、あこれも、うん、向こうにあったやつだよ、これここにあったもんじゃない、なんかまとめて置いたんだ、ずらしちゃったりいかんのだよ、ずらしちゃいけないよ、あるべきもとこにあるべき置くものも必要なのに。